こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日は喋りたいと思います。今日は3月21日、月曜日祝日です。昨日は電脳幻想会ボリューム17、無事終了しました。ありがとうございます。配信が止まるかと、ちょっと心配しながらもやってたんですが、なんか最後の最後で一瞬途切れたという話は聞いたんですけども、すいません、ちょっとそれだけでしたらもうそれで勘弁しといてくださいということで、ですね、まあ、今回は、いつものメンバープラスアルファということで、初出演でね、チープスさん出てくれました。結構楽しんでやってもらえてね、俺も嬉しかったです。終わってからも、ちょっと喋ってたんですけどね、チープスのギターさんはチワを3匹飼ってるということで、うちの小鉄と小鉄の話を、ずっとしてたんですけども、まあ、彼のチワはみんな3キロ台らしいです。小鉄は6キロあるので、1匹で2匹分っていうことなんですけども、まあ、もちろんね、音楽の話とかもしてたんですが、まあ、チープスのね、方たちともね、喋ってたんですけども、ちょっとコロナ騒動、ちょっとコロナ騒動の前にね、確か、ロージーネオで、対話をしたのが最後だと思うんですけども、まあ、それ以降ね、活動をちょっと控えてるということで、ちょっと話をしてました。やっぱりね、こう、見に来る人を誘っていいものか、ダメなものかとか、まあ、いろいろちょっと葛藤があったりとかしてね、その辺がね、結構、共通の悩みというか、まあ、そういうのでね、話をしてました。はい。まあ、今後はね、電脳幻想夜会も、お客さんを入れていこうかと思いながら、ちょっと新しい出発をしようかなとも、考えてます。ただちょっとね、その機材と、あと動線の関係とかもありますんで、すぐに、やるっていうのは難しいかもしれないですけども、ちょっとそっちの方でね、動いてみようかなとも思ってます。まあこれはね、ちょっとやってみての話も、多いので、半分期待して、半分、まあそうならなかった時も、残念って思わないように、まあ半々ぐらいかなっていうので、ちょっと思っといてほしいなと思います。まあ、本当にね、昨日電脳幻想夜会、みんな、それなりにね、盛り上がりましたし、まあ、それなりに落ち着いてできたかなと思ってます。まあ、ちょっとおさらいというかね、昨日の、模様を思い返してみると、まあ、俺はいつもの通りね、弾き語りと、それと途中からアコの神、久しぶりにアコの神出ましたけどね。まあ、俺のライブ自身は、ちょっとギターの音ね、エフェクターかけたり、ちょっと変えてみたんでね、まあ、自分で聞く分には、まあ良くなったかなと思いながらも、ちょっとコーラスかけたんですけど、コーラスかけすぎたかなとか思いながらも反省はあるんですけども、まあ上々だったかなと思います。あ、この神久しぶりに会ってね、久しぶりに会わしたんですけど、まあなかなか、うまいこと言ったかなと思っております。はい、3曲だけでしたがね、次もまた、アコの神、出たいと思います。まずエンディングトークでも言いましたが、菅井さんがちょっと流行りに乗っかってるので早く治ってほしいなと、祈っております。で、いつもの日月聖司ですが、まあ、今回は、日月聖司でやりましたが、次は消聖司でやるということで宣言してましたんで、これは楽しみですね。ほんで、チープスさん、まあ、以前は3人だったと思うんですけどね、今2人で活動されてるということで、とても息の合った、ペアでね、なかなかいいライブを、繰り広げていただいたなと思ってます。やっぱりボーカルの方もね、声もよく出てますしね、さすがやなと思います。またね、出てくれるということで言ってもらってますので、日程ちょっとまた送ってね、タイミングがあれば、出てもらおうと思っております。で、最後なんと総楽団、まあ、今回も3人ということで、またベース弾きましたが、なんか最近あちこちからね、もうベースが見慣れてね、ベースボーカルみたいな感じでよく言われるんですけども、この間ね、ギターのマサさんとも喋ってたんですけども、たまにはエレキギター弾きたいなっていうのでちょっと喋ってたんですけどね、
まあ、エレキギターを持ってなんと奏楽団できるのは いつの日のことやら ということで はい、まあちょっと、もうちょっと先になるかなと思うんですけども、はい、まあ、ギターもちょこっと練習しておきたいなと思います ということでね、本当にね、いい感じでね、できたかなと思ってます。あ、それと、あとエンディングトークで言いましたが、プラチナ食堂さんは、8周年ということでね、3月で8周年。ですので、次の電脳減災会ボリューム18は、4月17日ですけども、その日までにね、プラチナ食堂さんに行って、日月チャンネル見ましたとか、電脳減災会見ましたって言ってもらいましたら、ドリンク一杯無料ということでね、約束してますので、ぜひ、プラチナ食堂さんに行って、ドリンクくださいということでね、言ってほしいなと思います。まあ、今回もね、楽しいライブになりました。次回、電脳減災会ボリューム18は、4月17日です。次は、バニラテイストアコースティックも出ますし、ケセジも出ます。なかなか盛りだくさんになってますのでね、ぜひお楽しみに。ということで、今日はこの辺で、バイバイ。